さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ。今日はバレンタインデーだ。何もテンション高いですね。いやね、でも非常に楽しい番組ですねこれね。はい、いいですね。いろんな情報が聞いて楽しい。じゃあ楽しいネタということで、はい、お二人は夢ってあります、うん、夢は持ってますよ、はい、じゃあありますか。 あります。なんか大きい小さいいっぱいありますけど、小さいのだったら私チンジャオロースが大好きなのでチンジャオロースをバケツいっぱい食べたいです。ほんとそういう話。小さい夢、はい、お願いだから大きい方の夢買ってくれていいですか。恥ずかしいからちょっと内緒で。内緒で、はい、ミシェルさんはいかがですか。僕はやっぱりね、子供たちにサッカーを通じてね、まあ、少しずつこう愛情だとか人との付き合い方だとか人の気持ちが分かるようなね、そういう指導をしていけたらいいなと思ってますけどね。あ、素敵ですね。いいですね。ちゃんは、私ですか、うん、私はそうですね、宇宙旅行したいな。宇宙旅行でかすぎます。すごい今現実的になってきたもんね、うん、そうですそうです。まあ夢というですね、こういうワードを企業名に取り入れて、うん、かつ注目を浴びてます相続で、相続の専門本を出版しているというこちらの企業様を最初にご紹介します。よろしく。2015年1月1日、ついに相続税および贈与税の税制改正がスタートした。俗に言う相続税の増税。これにより相続税の基礎控除の引き下げと相続税率の引き上げが行われ、これまで対象外だと思われた人ですら相続税の対象になる可能性が出てきている。相続税増税時代の到来。こんな時代に相続相談のプロフェッショナルとして活動する女性がいる。コミュニケーションが大事なんですよ。親子のコミュニケーションと兄弟、縦軸横軸両方のコミュニケーションを取っておいていただくことが揉めない要素なんですね。相続不動産専門のトップランナー、株式会社夢相続代表取締役曽根恵子。これまでの相談件数約1万2000件以上。曽根の著作「相続に困ったら最初に読む本」はベストセラーになるなど、相続、不動産、節税対策などについて書いた書籍の数現在28冊。プロの相続コーディネーターとして活躍する曽根が運営する会社が株式会社夢相続である。昭和62年千葉県の八千代に不動産コンサルティング会社を立ち上げた曽根。その彼女が相続コーディネーターになるきっかけとなった出来事が、お世話になっていた大家の相続税問題だった。不動産と相続税の関係を知った曽根はこれまでの経験を生かして本を出版。その本を読んだ読者が曽根を頼って相続相談に来たことが、現在の夢相続を立ち上げることにつながった。今回番組では相続相談の具体例を紹介しつつ、今からできる相続税対策を紹介する。今まさにタイムリーな相続税対策の話題を代表取締役の曽根に聞いた。不動産と、はい、まあ、相続税っていうのは近いようでちょっと遠いんじゃないかと思うんですが、始められた時って大変じゃなかったですか。はい、皆さん、うん、その相続と不動産が結びつかないんじゃないのと思われるんですけれども、うんうん、実はですね、財産の大部分が不動産なんですね。ご自宅が、ほとんどそうか。ほとんどそうなんです。ご自宅があったり、はい、また駐車場とか、農地を持ってらしたり、全部が不動産につながってくるんですね。ですので不動産の実務ができないと、実は相続もうまくいかないんです、うん、なるほど。そこに気がつきまして、はい、税理士さんとか弁護士さんにお任せするのではなくて、不動産の実務ができる立場としてコーディネートをしようというふうに取り組んでいます。あ、そうだ、必ず弁護士さんとかそれ出てきますもんね、はいはい、ところが皆さん、ところが、はい、相続って弁護士さんの仕事かと思うじゃないですか。思っちゃいますよね、はい、相談先はね、はい、しかし、うん、相続ってご家族の問題なんですよ。あ、そうだ、弁護士さんは争った時の、うん、まあ、代理人とか調整役助けですよね。そうなんです、うん、なのでご家族の相続って争わない方がいいんですよ。そうですね、それが絶対そうなんです、ね、なので、そうなんです、なので最初から弁護士さん頼まない方がいいし、最後まで弁護士さんは
登場していただかない方がご家族の相続はいいんですね。なるほどね。じゃあ次税理士さんかというと、うん、相続税の申告が必要な方はまだ一部なんですね。亡くなる方の亡くなる方の 4.2% しか納税は必要ないんです。はい、それが今年から相続税が改正されまして、その 4.2% を倍ぐらい、まあ、7% ぐらいに引き上げようという目的なんですけれども、うん、それでもまだ亡くなる方の90%何かは納税はいらないんですね、はい、となると相続税払わなくてもいいんです。はい、全く違う感覚だったの僕らは。はい、そういうふうにほとんどの方が相続税は支払わなくてもいいんですね。となると税理士さんに頼らなくてもいい方が多いんですよ。これで弁護士さんと税理士さんはいらなくなった、はい、いらなくなっちゃったらいらないけども、はい、あの、いらない方もあると、はい、じゃあ信託銀行さんかというと、あの特に銀行さんにお願いしなくてもご家族でできる範囲が広いので、それも頼まなくてもいいかもしれない。なので基本相続というのはご家族でできることなんですが、はい、しかし不動産がありますから、うん、やっぱり不動産をどう分けようかとかどう活用しようかとか、そういう時は不動産の専門家にあのアドバイスをしてもらった方が良いということなんですよ。なるほど。なんかこう、ぜひ具体例を聞かせていただけますか。はい、あの節税された方はもう本当にいっぱいいらっしゃいまして、うん、私どもまず節税のお手伝いをしようというふうに取り組んできていたんですね。私どもに相談に来られる方の多くがですね、ご家族で揉めてるんです。間違いないね、はい、それも実の兄弟で揉めてるんですね。辛いですね、はい、一番あるよ、一番。皆さん案外そこはなんていうかイメージ浮かばなくて、なんとなく揉めると思ってらっしゃるんですが、揉める相手は実のご兄弟が一番多いんですよ。ある方もの2人姉妹、お父さんが先亡くなりお母さんが亡くなった時に2人の姉妹で揉めた方がありまして、なぜかと言いますと、お姉さんがご両親と同居して、まあ、財産の管理もしてきましたと。でお母さんが亡くなった時にその妹さんに財産の内容とかを教えなかったんですね。一番困るね。そうなんですよ、その教えない、隠してしまうというのが揉め事の原因になるんですね。で結果妹さんがいろいろ探し回ったところ、うん、やっぱりお母さんの預金からお姉さんが引き出していたということが分かって、もう本当に紛糾しました。それはね、はい、一番困るパターンだね、はい、なので相続の時は隠し事があるとやっぱり揉めてしまうんですよ、うん、なのでできるだけオープンなお話をしましょうというアドバイスを私どもがサポートしながらあのしています。でもそういうの携わるの大変ですね。はい、大変ですけれども引き出していかなきゃいけない。そうなんです、そうなんです。ご兄弟だけでなかなか進まないときは第三者がうまく入った方がいいんですが、はい、でもその時に弁護士さんが入ってしまうともうこれは決定的に揉めてしまいますから、私どもは両者の間に入っていより人間味ある方にね、はい、いい形で、はい、円満にサポートをしていこうというふうに目指しています。夢相続では生前に相続プランを作って事前に相続対策を行うことを提案している。まず1、家族内における相続人の確認を行い、次に2、具体的な財産の内容の確認を行う。具体的な財産の内容の確認を行うことにより相続税の対象になっているのか、基礎控除の範囲なのかどうかの判断ができるようになる。それによると、家族同士が相続で争うことがないよう、感情面の対策、経済面の対策といった具体的な準備を生前に行い、次に財産分割を決め、家族全員に分かるよう遺言を作成することが大切であるという。夢相続では、不動産を活用してできる節税対策も提案しており、相続で悩んでいる人は、まずは夢相続に相談すると、いいアドバイスを得ることができるかもしれない。
と一人一人のプランで変わってきちゃうもんね、これ。そうですね、本当にお一人お一人違いまして、うん、これ財産がある方だけの問題かというとそうではなくて、うん、もうあの本当に全員考えていただかないといけない問題、うん、ご家族の問題なんですよ、うん、そうなりますよね、うん、間違いなくね、はい、いろんな問題が起きるもんな、うん、はい、そうですね、あの身内は大変だよね、コミュニケーションが大事なんですよ、うん、親子のコミュニケーションと兄弟、縦軸、うん、横軸両方のコミュニケーションを取っておいていただくことが、うん、揉めない要素なんですね、うん、なので今から前倒しをして元気なうちにご家族で話し合っていただくっていうのがすごく大事ですね、はい、わかりました早めに相談しましょう、はい、で今日は曽根様にこちらにご用意いただいた本もお持ちいただいてたんですけれども、はい、執筆活動もされてるんですよね、はい、現在までに28冊、はい、出すことができました。はい、幅広く活動されてますが、この執筆活動を始めるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。はいはい、そうですね、これが1冊目の本でして、はい、平成4年のお手伝いの事例から出しているんですが、うん、はい、あの相続税って、うん、亡くなったからでも減らせるんですね、うん、あ、そうなんですか、はい、皆さん知らない方が多いですね、これ生前に減らしておかないと減らないのだと思いがちですが、うん、はい、でも亡くなってからでも土地の評価を下げることによって相続税は減るんですよ、うん、そういうお手伝いをいっぱいしまして、土地の評価を下げる、はい、例えば大きな土地であれば、うん、こう住宅分譲の、はい、区画割を考えますと、うん、道路を作ったり、うん、ゴミ置き場を作ったり、ね、公共用地が出てくるんですね、はい、それはあの評価をしなくてもよくなりますから、うん、広い土地だと半分ぐらいの評価になるんです、うん、でまたあの長方形のきれいな土地ばかりではなくて、うんうん、例えば変形地とかありますよ ね、 ありますね、で道路の状況とかもありますし、うん、高低差があったり、うん、いろんなあの不整形の土地は評価に生かせるんですね、うん、それを考慮しますと亡くなった後でも相続税は減らせるんです、うん、そういう実例に出会いまして、これをあの相続に悩んでらっしゃる多くの方に知ってもらおうと思って一冊目の本にしたんですね、はい、あの平成11年に最初の本が出せました、うん、はい、素晴らしいね、これだけ需要があるってことだよ、みんなそこでやっぱり悩むから、はい、読みたくなるんだ、一番最近の本がこれでして、はい、相続に困ったら最初に読む本、はいはい、これはあの、まあ、生前に読んでいただきたい、皆さんで読んでいただきたいんですが、一番最初お話ししたように相続が弁護士さんとか税理士さんとかのものではなくて、うん、やはりご家族のものなので、うん、ご家族でまずは取り組みましょうという内容をご紹介しています。う、ね、こういう家庭が一番揉めるっていうのは、まあ、もうやってくるよね、もうそこから最初言っちゃいたいよね、これ。あるあるあるみたいなことが書かれてるんですかね。はい、ではここでですね、はい、曽根さんの格言、大事にしている言葉お聞かせいただけますか。はい、会社の社是にしている言葉がありまして、はい、感謝、感激、感動を伝える原動力になると、うん、はい、あ、素晴らしい、はいはい、やはり自分が周りに感謝をして、うん、で人の出会いとか仕事に感動とか感激を持って取り組まないとお客様にも伝わらないし、周りも動いていただけないので、その気持ちを、その言葉を大事にしながら全員で相続のお仕事に取り組んでいます、はい、喜んでいただくっていう、はいはい、そういう気持ちが必要だってことね、うん、ね、素晴らしいな、はい、喜んでいただけるお客様が多いので、はい、本当にあのこちらもまた元気をもらってお返ししたいなという気持ちになりますね、はい、もう皆さん間違いなく待ってることだからね、はい、よろしくお願いします、ね、ありがとうございます今日はどうもありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、
エンジニアっていうとどういうイメージがありますか？エンジニア、はい、まあ、技術者、技術者だから、はい、僕たちの世界だとテクニシャンとかね、あのドリブルで相手を抜き去るだとか、はい、ボールにカーブだとかシュートだとかってこうかっこいいかけるね、はい、そういうのがイメージしますけどね、うんうんうん、いかがですか？全然わからないです。もう専門家っていうイメージだけしかないですね。そうですよね。その専門分野に特化した方っていうイメージがあると思うんですけれども、ね、続いてご紹介する企業様なんですが、自分が変化しなければ、行動を起こさねば変化しないという強い思いを持って仕事に取り組んでいるこちらの企業様です。茨城県つくば市、ここにそびえる美しい山がある。その名は筑波山。この標高877メートルの山の名にちなんで社名をつけた会社がある。末永く使えて、やはり愛着が湧くもの、それがあのものづくりのこう原点だと思ってるんですね。確かな技術に裏打ちされた革新的なサービスを提供する株式会社筑波エンジニアリング、代表取締役森下信夫。冊子職人だった父親の姿を見て育った森下は、父親のようなものづくりをする職人を志す。社名であるつくばとは、先代の代表が筑波山の麓に住んで電気設備関係の仕事をしていたことによる。あの日、日本列島を震撼させた2011年3月11日の東日本大震災。震災の影響は日本経済を直撃した。電力事業が不透明になり、各種メーカーは見えない閉塞感に襲われ、深刻な状況が続いた。そんな中、森下は新たな事業を立ち上げることを決意する。それがマイブランド商品開発として、2年の歳月を費やして開発を行った ITP インフォメーションタッチパネルだった。ビジネスの行き詰まりを打開するにはどうすればいいのか、技術力を生かした提案型のビジネススタイルとは何か、ものづくりにかける熱い思いを森下に聞いた。そういった新規事業を展開するきっかけっていうのは何だったんですか？そうですね、この3年ちょっと前の、あの 3.11 ですかね、非常にあのこう先行き不透明で、でこれからの今までのやってきた仕事が、やっていけるかどうかっていうところを考えた時にですね、新規事業を立ち上げて、じゃあものづくりとかあの開発とかですね、そういうものに着手しようということで、あの社内でちょっと盛り上がりましてですね、それで生き残りをかけていこうという、大体のこう企業がそう思ったと思うんですね。あの3年前の 3.11 とですね、日本全国ね、もう打撃だったんですけども、大打撃でしたから、大変な、ね、思いをされた方もいっぱいいると思うけども、ね、現在は池袋に拠点を置き、制御系業務系ソフトの開発、3DCG を使用したシステム設計などの事業を手掛けるつくばエンジニアリング。つくばエンジニアリングでは、新事業を開拓するため各事業部の精鋭スタッフを集め、新事業グループを立ち上げる。新事業グループはこれまでのものづくりの経験を最大に活用し、2年の歳月をかけて開発したのが自社ブランド商品 ITP インフォメーションタッチパネルである。ITP インフォメーションタッチパネルとは、タッチパネルを採用した自動受付システムである。オペレーションソフトから開発を手掛けた ITP インフォメーションタッチパネルは、顧客自身によるカスタマイズが可能であり、日本語だけではなく英語などのマルチ言語にも対応。現在各企業に設置が進んでおり、自動受付による人件費の低減を可能にするとともに、従来の製品よりも低価格で導入できることも魅力的だ。ではここからは吉村部長と、そして古谷さんにもご参加いただいて、引き続きお話をお伺いしたいと思うんですが、先ほどからお話上がってます 3.11、はい、東日本大震災からはどのような事業展開をされてらっしゃるんでしょうか？
そうですね、はい、例えばですね、これがですね、無人案内時の、自動内線受付機のソフト、そういう開発をさせていただいております、はい、なるほど、はい、受付に来られた方が、直接タッチしていただいて、ね、内線に、かけていただくというソフトになります。案内所さんがいない。そうです。はい、ですね、でも、ね、なるほど。ちょっと実際に操作をしてみたいと思います。はい、お願いします。まずこちらが総合受付ボタンになってまして、はい、こちら、はい、押していただきますとこういう画面になりますので、うん、総合受付呼び出しを押していただきます。今通話中です。で通話終了は、はい、こちらのボタンを押します、はい、そうしましてこちらまた名前検索フロア検索というものもありまして、あと単独の人の名前を入れたりってこと、はい、そうです。でお好みに応じまして画像ですとか動画ですとか音声を表示していただくボタンも用意してございます。うん、はい、もうこれで全部できちゃう。はい、はい、ね、はい、素晴らしいですね。こう他社様と比べてどこを特に重視して、はい、研究されたんでしょうか。ね、まずは、価格です。他社さんよりもはるかに安い価格でご提供させていただいております。うん、あ、そうなんですか。はい、約3分の1ぐらいかなというふうには思うんですけれども。できるんですか。それ、はい、できます。これでいけるなって思ったポイントというか秘訣というか何か思われた点ってあったんですか。うん、我々が携わっている仕事というのはもうデータなんですよね。データで物をやはり扱っているメーカーさんというのは強いですよね。世の中に揺れてるものというのは強いんですよね。ですから我々もそういうものづくりでものを出していこうと、商品化してものを出していこうっていうその転換ですかね。ものを残していこうという形で。でもベースはやっぱりお持ちになられてるんですもんね。そうです。それの応用編ですか。そうですね。あ、新事業になった。で新事業、それは今まで培ってきたその技術力を駆使してこれを作り上げているということなんです。はい、これまでお伺いしただけでも本当にさまざまな事業を展開されているんですが、さらにまた新しい事業があるというふうにお伺いしましたので、今度は家坂さんにもご参加いただきましてお話を伺いしたいと思います。はい、水素水サーバーのアクリファイっていうものなんですけど、これちょっとお持ちしました。はい、水素水がいつでも飲めると、で冷水温水でそれが特徴です。はい、それで温水でも飲める。温水でも飲めます。はい、筑波エンジニアリングが代理店販売業務を行っている水素水サーバーアクリファイ、家庭の水道をサーバーに接続するだけで高濃度な水素水を作ることができ、さらにチャイルドロック採用の温水の水素水も利用が可能。今回アクリファイが作る水素水と通常の水道水との違いを検証してみることにした。検証したのは1水素濃度、2酸化還元電位、3不純物濃度、以上の3点。まず水の中に含まれる水素の量、水素濃度を計測した。最初に通常の水道水を計測。数値は 0ppm。 次にアクリファイの水素水を計測。数値は 1.0ppm。 確かにアクリファイから抽出した水素水には水素が含まれていることがわかる。さらに酸化還元電位を計測。酸化還元電位を測ることにより液体中の酸化状態を調べることができ、数値がマイナスになればなるほど水素が含まれていることが証明される。最初に通常の水道水を計測。数値は 404mV、 酸化された状態であることが示されている。次にアクリファイの水素水を計測。数値はぐんぐんマイナスの値を示し、マイナス 412mV を示した。最後に液体に含まれる不純物の濃度を計測してみた。通常の水道水には80から 100ppm の不純物が含まれるとされている。最初に通常の水道水を計測。
数値は 121ppm。 次にアクリファイの水素水を計測、数値は 7ppm。 アクリファイから抽出した水素水の不純物濃度は通常の水道水よりもかなり低い。以上、水道水とアクリファイの水素水を比較した結果はこのようになった。検証した結果、アクリファイの高濃度水素水サーバーは確かに水素水を製造していることが証明された。できるらしいよ、もうできてるらしい、で水素水はもうミシェルさんにそうですね、ちょっと試飲していただけると、はい、いかがでしょうか。私こういう担当でございます。いかがでしょうか。もうピュアな、どちらかというとまろやか、そうですね、ガチガチはしてないですよね、なんていうのかな、ふわって感じ、ふわって感じ、下あたりもこう、ああいいですね、自然にね、はい、なんか水素が入ってるから何かがあるの。味はしないんですけどね。味はね、ないですね。お料理とかにも使えるんですか。使います。そうか、そっから使っていけばね、そうですね、お米を炊く時にもあの水でも、ね、いいですよね、そうですね、野菜洗っていただいたり、あとは洗顔でも、あ、洗顔も、これはあの水道水を使うんですか、それと、そうです、水道水を使います、はい、ここからあのフィルターを通してきれいな水にして、なおかつあの水素を添加して水素発生球を通して水素水にします、なるほどね、ペットボトルでね、我々がこう購入しているのが今流行りじゃないか、もう当たり前になっているところに対して、この機械が来たと、来たということです、で水道管と直結できますので、あ、便利ですね、だからボトルを変えたりする必要ない、変える必要もないですし、あと置き場所を考えることもないですよね。じゃあですね、ここでこれだけ幅広くこう事業展開をされてます代表取締役の森下さんもですね、格言をお伺いできればと思うんですが、技術はですね、企業の源ということとですね、世の中の流れは環境にやはり進化できる企業であること、その2つが私の格言だと思ってますけど、変化していくんだっていう、変化していくんだという、なるほどね、これからもうますますなんかいろんなものが社長から生まれてね、会社から生まれてきそうな感じがしますんで、期待しております。ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、自分がしてきた失敗を読者の皆さんには繰り返してほしくない、そういう思いで恥ずかしい話も包み隠さず伝えようと本書を書きました。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、社長の入門書、サラリーマンを辞めて起業で成功するために。この本を書いたのは成功する起業家育成コンサルタントであり、株式会社アトラクタス最高顧問でもある川瀬博文さん。数々の起業に携わってきた川瀬さんが自らの経験をもとに起業を志している人に向けて書き上げた実用書の決定版です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。